さん、本県鉄道ジオラマにお越しくださいまして誠にありがとうございます。この後運転プログラムを開始いたします。なおプログラム中は演出上照明が大変暗くなります。ご観覧の際にはお足元や商品には十分ご注意ください。またこちらのジオラマ室内カメラ撮影は不能となっておりますが、フラッシュ機能のご使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。こちらのジオラマ室は9月5日よりリニューアルのため一時閉鎖させていただきます。閉鎖までの残り短い期間ではございますが、どうぞジオラマ室をお楽しみください。来年7月に新たに生まれ変わるジオラマ室にご期待ください。それではお待たせいたしました。ただいまより運転を開始いたします。短いお時間ではございますが、どうぞごゆっくりお楽しみください。はいはい、大宮駅の周りは鉄道の街として発展してきました。駅の近くには大宮総合車両センターといわれる車両を分解して直したりする大きな工場があります。皆さん知っていましたか？今日はこれから大宮駅に出入りする列車を紹介したいと思います。また鉄道博物館で見ることもできる列車も登場しますので、プログラムが終わった後は博物館の中を探してみてください。まず初めに出発するのは通勤電車です。スカイブルー号機が入った E233 系京浜東北線が左側に出発しました。電車の中には液晶モニターがあり、ニュースや天気、他の電車が遅れていないかなどたくさんの情報を知ることができます。また色違いの車両は埼京線、中央線などでも走っています。続いて右手に出発したのは湘南新宿ラインです。大宮から乗ると乗り換えをすることなく新宿、横浜まで行けるとても便利な列車です。2階建てのグリーン車を連結しているのが特徴です。さて、たくさんの人で混み合う通勤電車、昔はどんな形をしていたか知っていますか？鉄道博物館のヒストリーゾーン1階には今の通勤型電車の基本にもなったオレンジ色のクモ波101形式電車があります。扇風機がついていたり窓が開けられるようになっていたりと今の通勤電車とは異なる部分がありますので、ぜひ探してみてください。さて、明るくなった中央の駅からは続いて新幹線が出発していきます。中央駅を右手に出発した緑色の帯の新幹線を皆さんは見たことがありますか？こちらは200系新幹線です。大宮駅ではたくさんの新幹線が通り、違った形や色をした車両を見ることができます。今はもう走っていない200系新幹線ですが、ヒストリーゾーン1階で見ることができます。雪に強い3つの秘密があるので探してみてください。また200系新幹線とそっくりな形をした0系新幹線もあります。0系新幹線は日本で初めて走った新幹線で、夢の超特急とも言われていました。今日は最後に21世紀の夢の超特急を紹介しますので、ご期待ください。続いて中央の駅からは色鮮やかな特急列車が走り始めます。
まず右手に出発した赤い屋根が特徴の特急列車は成田エクスプレス。新宿、横浜、大宮などから成田空港を結ぶ飛行機を使うときにとても便利な鉄道です。車体には飛行機のマークが描かれ、レックスの愛称で親しまれています。続いて中央駅を左手に走り出したのは日光号、鬼怒川号。赤と黄色のカラフルな車体は日光にある神社やお寺、綺麗な紅葉などを表しています。特急電車は目的地のイメージで作られているものもあり、到着する前から乗っているお客様を楽しませてくれます。続いて右手に出発したのは特急スーパービュー踊り子。こちらは静岡県を走る観光特急です。線路沿いの綺麗な風景を楽しめるように天井まで伸びる大きな窓、また展望室からは海の近くを走る迫力ある景色を楽しめます。続いてはたくさんの荷物を運ぶ貨物列車が出発です。皆さんジオラマ正面左側、山のふもとのトンネルにご注目ください。トンネルから出てきた赤いデッキ機関車は金太郎のニックネームを持つ EH500。 大宮駅でも見ることができます。力持ちの電気機関車には桃太郎、ブルーサンダーなどのニックネームがついています。鉄道博物館にも貨物車両が展示してあります。どんな荷物を運んでいるのかぜひ調べてみてください。日が暮れてきた中央駅、続いてはかつて大宮駅を出発した夜行列車を紹介します。中央駅を左手にゆっくりと走り出したのは寝台特急カシオペア。北海道の札幌に向かって長い時間をかけて走ります。飛行機で北海道へ行くとあっという間に着いてしまいますが、このようにゆっくりと時間をかけて楽しむ鉄道の旅にもとても人気がありました。いよいよ夜明けがやってきました。それでは最後に21世紀の夢の超特急を紹介して今回のプログラムを終了したいと思います。皆様ジオラマ右奥のトンネルにご注目ください。トンネルから出てきたのは日本で一番速い新幹線 E5 系はやぶさと E6 系ののち、日本最速の時速320キロで走っています。はじめは時速210キロだった新幹線も今では320キロまでその性能を高めました。はやぶさ、こまちのように今日も鉄道は皆さんの暮らしのために進化しています。鉄道の街大宮、そしてここ鉄道博物館から鉄道を好きになってみてはいかがでしょうか。